随分兵糧を溜め込んでんな。こいつを放置しちゃ小田原は落ちねえぜ。あのさ。やってやるぜ。どこが荒木じゃ。潰し放題だな。 私だけがそんな怪我人は足手まといだって言ってんだよ。分かってんで任しとけい。ちょ、すまん。雪村、大丈夫なのか。ここで倒れるような男ではない。 それより他にも偽装した兵がいるやもしれない。早めに城の中枢を作れば一泡は吹かせられる。潜入させた忍びがそろそろ動きを見せる頃である。やってやんぜ。 正義殿の読み通りか。根こそぎ殲滅するしかない。任しとけい。はい、ここは全然。全てあらかじめ手を打っておると。これが勝つべくして勝つ軍略というものだ。
場内の兵糧がなくなってしまう。雪村様、ちゃんと逃げてくれたかな。いくらあの人だって怪我をして戻ってくるほどバカじゃないでしょ。 潰せたか。よくもこれだけ溜め込んだものである。やってやんぜ。いいものあるじゃん。目印に呪しを上げてっと。 敵ながら迂闊する。すごい。いつの間にこれほどの火矢の用意を。ここまでの備蓄があるとは。それをなぜ天下のために使わぬ。 父上の軍略、味方であればこれほど心強いものはないわね。ただ味方ですら混乱する時がある。信之様、父上に対してそんな。 これだけの兵糧を蓄えるとは、北条も大したものですね。いざという時は八方城や八王子城にも運び込むためが、まさに物資の集積地。ここを第一に狙ったのは正解だった。 だけでも我らの手で守りましょうぞ兄上。
その勇気、綾の心にも響きました。これでもう諦めがついただろう。いい加減降参しろい。 これ以上好きにはさせぬ。 一つでも多くの兵糧を確保するのじゃ。 さっさと大道寺の首を取ればいいじゃねえか。いや、苦しいのはここからだ。くまなく隅々まで探すのだ。 どうなってもよい。この孫の命だけは助けてもらえぬか。 良い品が入っております。